やり直すのなら今のうち。そうなんですよ、地形ガチャって言われるものがシビライゼーションにもあって、まあなんせね、あの紀元前からね、あの超未来まで生き残るわけなんで、もう最初嫌な地形だなと思ったらね、あのガチャるやついるんですけど、いや人生ってそんなもんですかね、人生ってそんなもんですか。人も獣も指導者も神も取り返しがつかないからこそ1分1秒が尊いんじゃないですかね。こんな地形だからってね、セーブもいらないですよ。いやでもわかんないです、まだ優れた地形かもしんないし、 そんなものは必要ないんですよね。それは本当に言っておきたいですね。ちょっとセーブしておきます。一応ね、何かあってからじゃ遅いんで。 OK、 よし、一回川を渡ってから戦いに挑みましょう。やばっ、ねえちょっとやり直していい、これだってもう終わってんじゃん、大陸が。やっぱこういうさ、なんだろう、周りがしたからしなきゃいけないみたいな、そういう風潮がね、ダメなんですよ。空気読みじゃないんですよ、世の中は。こういうのがね、ダメにするんですよ、会社を。ねえ、いやー余裕です。やった、いやこれからもね、社会の歯車として頑張らせていただきます。しずちゃんじゃん、ありがてえ、来てくれたんだな、気が合いそうだぜ。は？お前これ以上仕事減らすつもりか。じゃあお前何のためにいるんだよ。ここまで来るとタヌキをそろそろ追い出すか、この村にタヌキの居場所をなくすか。タヌキ開発から案内所が完成した記念に新しいマイルコ…どういうこと？またマイルエージプラスやマイル5倍つ…おい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 、まだまだタヌキチの天下続くんじゃねえかな。まったくいいサービスしてくれるぜタヌキチ。おい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 、タヌキチ、俺を立てるのがうめえな。天気は雨模様さ、だけど僕のハートは晴れ模様だよ。はっはー、いやちょっときついな。いやでも待って、めっちゃいいやつこいつ、ちょっと待って、めっちゃいいやつ、みんないいじゃないか、その肥沃な服、春らしい爽やかな装いだね、ごらんよ。おいこいつ、こいつできる男だわ、お前好きだわ私。やっぱリスナーとは違う、その服ダサとかチキンラーメンだとかシンプルに変なセンスとか言ってこない、このイケメンは。お前いい子や、好き。